特集。おお、なるほど。はい、っていうのは、はい、普通にキスシーンが激しいっていうわけでもなく、なんかキュンとしちゃうキスシーンがあるとか、こんなシチュエーションでキスされたみたいな、そういうシーンってこと。はいはいはい、映画特集。これはもう恋愛にも触れるし、なんなら別にあの バイオレンスな内容でも、いやアクション映画系でもそこでキスみたいな、確かに確かに確かに、っていうシチュエーションもあるから、そこはなんか女の子としてスパイダーマンのキスシーンとかね。あーあーいい、うるさいよ。うるさいし、顎がすごい出てたけど、どうしたの。じゃあ興奮しちゃって。逆さまの宙でしょ。逆さまの宙、ロマンチックだよね。あれロマンチックだね、うん、私今スパイダーマンとキスしてるよって思ってるよ多分。ああだよね、うん、でちょっとここだけ見せてくれるんだ私だけみたいな。そうそう、で剥がそうとするとフッていなくなる。そうなの、ここがいいんだよな、うん、あとはやっぱみんな見たいのは菅田将暉さんとか、はいはい、あ真っ赤優さんのキスシーンとか、うん、はいはいはい、調べると思うんですよ。そうだね、確かにね、若手俳優のキスシーン特集とか、うんうんうん、そういうのを特集したら喜ぶのではないかと思ったんですけど、どうですか。まあ、やらしい話ですけど喜びますよね。まあ、喜びますよね。男女も結局ドスケベですから。はいはいはい、はい、男の子はベッドシーン、女の子はキスシーン、はいはいはい、可愛らしいキスシーンとかの特集したいなって私は思いました。はい、以上でございます。皆さんコメントくださいね。お願いします。お願いします。